吉田さん、見栄っ張りであって負けず嫌いってこと、これ共通しているんじゃないかなと。細かいところは違うにしても、見栄を張るってこととね、やっぱり負けたくないなって思う負けず嫌いなところっていうのは、同じ部類のアクティブさに変わってるのかなと思いますよね。その中でやっぱりね、お互い負けず嫌いじゃないですか。で、しかも見栄っ張りのところあるんですよね。俺はこんなことをやったぞみたいなね。で、吉谷さんの話聞いたらよくわかるのが、R 産業を持つことによってね、すごいですよね。いろんなものを突破してきたような気がしますし、多分 R 産業を金に困って売ってたら、もう今の吉谷さんはないだろうなと思いますし、多分どんなことも続けられないっていう先入観に、打ちのめされてるんじゃないかなと思いますね。でも通常でしたら R 産業の維持費からなんからがまず難しいわけじゃないですか、安定収入があっても。でも安定収入がない上に借金背負わされてフルローンで、ボーナスで買ってもらえるのかと思ったら、いや、お前のツケやぞみたいな感じで 思いもよらないことになったのも、今となっては愛ある試練だったのかなと。もうひどい仕打ちであればあるほど、それをバネにしてね、負けず嫌いと見栄っ張りでやってきたところがあったんじゃないですかね。やっぱさすがにね、R 産業を自慢げに乗っててね、自慢してないかもしれないですけど、私も同じね、ないと2000乗っといて、金がなくて手放しましたって、やっぱり一定の恥ずかしさはありますね、今はね。だから、もし手放す時になったらどういうふうな言い訳考えておこうかな、みたいに思うところはあります。ただ、だからといって、誰か他の人がね、アメ車を手放したりとか、生活費のために切り詰めたこと、私笑うつもりは全くないんですけども、ただ、私自身は見栄っ張りなんで、もう生涯、乗り続けたいなと思いますし、私はあんまり乗らないですけども、置いときたいなと思いますし、その上で他の車が欲しくなったら プラスアルファで買おうかなっていうところですよね。これも負けず嫌いで見栄っ張りなところがプラスに生きてることだと思います。とにかくね、金がなくても金がないから困っているとか、ちょっと持ち合わせがないんで、おごれませんとかね、そういうのは私は言わなかったですね、今までね。もうそれこそね、自分の店のレジをひっくり返してでも金は払い続けたし、迷惑は張り続けたかなっていうところはありますね。だからこれがいけないんでしょうけどね。こんな考えではやっぱり私は奇跡的になんとかなりましたけども、大半の人はこんな考えしてたら本当に破滅以外はないですからね。だからやっぱ宝くじを買って当たった気になってあれこれ散財するのと同じレベルなんですよ。で、私の場合も、その宝くじは買わないにしても、ネットビジネスやってね、自己アフィリエイトで1億円って思ったんですけども、ただやっぱり使わなかったですよね、ビジネス以外には。ビジネスの仕入れとか知識の投資以外には使わずに、気がついたら一戸建てを買うお金もあったし、気がついたら借金を返すお金もあったし、気がついたら滞納した税金払うお金もあったし、気がついたらライト2000買う余剰資金もあったし、みたいな感じでね、やってきましたけども。これさっきね、小野田さんの動画を見たんですけども、やっぱ小野田さんも吉田さんとかね、私もそうですけども、同じような迷い道に入ってたんだなっていうのを思いましてね。どんな迷い道かっていうと、自分はできるけども自分の生徒さんはほとんどできないというところですよね。だからこそ私たちはズルすることなく継続的にコツコツやる姿を誰も見せていかなくてはいけないですし、小野田さんもそういう人だと思うんですよ。とにかくコツコツやってきて、途中やることはいろいろ変わったけども、でも変わらぬ発信を続けているところはね、本当敬意に値するなと思いますし、吉田さんもそうですよね。で、続けてきているからこそお互いに今こうやってまたつながり合えますし、尊重し合えるかなと。このコツコツやる以外はないんですよ、やっぱりね。どんなことに関しましても、カメラ転売でもアフィリエイトでもコンテンツ販売でも、コツコツですよ。もうそれ以外の逃げ場がないですよね。FX だってコツコツですからね。私も毎日 FX やってますけども、毎日コツコツと積み上げてますからね。だから超反博打みたいに一発ドカーンみたいな、イメージありましたけど、いや違う。FX や投資こそ、情報収集も分析も、それから資金追加も、もうコツコツですよね、これね。その最たるもんですよね。だから不動産買ってほっといたら値上がりしたみたいな、そこだけ取り出すと楽に見えますけども、いやー、どうしてその不動産選んだんですかっていうところまでが本当至難の業ですよ。何も考えずに不動産買っちゃうと、かぼちゃの馬車みたいになっちゃいますからね。で、あっという間に騙されちゃうと。あれはやっぱり銀行が騙してるのかどうかとか、仲介不動産が自分を騙してないかどうかっていうのは自分で判断しなければ、丸投げしていいことは全くないですからね。で、本当に気の毒な事件ではありますけども、
防御する術あったんだろうなと思います。まあ、とにかく、まあ、私もね負けず嫌いだから、こんな隠居暮らしとかしててもね、生活の破綻する姿は見せたくないなと思いながら、うん、なんかしっかりと金銭管理とか資産管理しないといけないなってところもあるし、小野沢さんは小野沢さんでやっぱり今でもね初心忘れるべからずやってるし、それからカメラ転売最強なのに、それを伝えきれないっていうかね、あのコツコツやってくれない、まあやらないんですよね本当にね、うん、このやる姿を見せていてもやらないんですよ。みんなの銀行今日も2000入りましたけども、毎日動画作ってこれですからね、自分のメディア全部にもう縦横無尽に生かして、たった2000ですよ、たったって言ったら申し訳ないんですけどね。だからメディアもないし継続することもできなかった人がみんなの銀行って案件1個で、それはねいきなり稼ぎましたってならないですよね。やっぱりコツコツするその地盤の上にしか、まあ、ビルは建たないのかなと思いますね。ビルじゃなくてもね、自分の意思は建たないのかなと思いました。とにかく負けず嫌いで見えっ張り、これはなんか私たちお互いのキーワードじゃないですか。うん、いってらっしゃい。